滝沢秀明の戸辺プロジェクトの真の意図とは裏に隠された物語とは戸辺ファミリーナンバーアンダーライン愛そしてさなり子ちゃんが被災地の心の支えになっているこうした言葉がいくつも寄せられていますしかしその背後には滝沢秀明という人物の深い思いやりと戦略が隠されています滝沢秀明通称タッキーは元ジャニーズのタレントであり 現在は戸部の社長とししてて活動しています彼はそのカリスマ性と情熱で多くの人々を引きつけていますが彼の活動には常に一貫したテーマがありますそれは真の支援と継続的なサポートです被災地支援において彼のアプローチは他とは一線を画しています多くの企業や団体がすぐに寄付金を募りその成果をすぐに見せようとする中で タッキーは一年後の寄付という形を選びました。これは、単なる遅延ではなく、深い理由があるのです。被災地は、初期の支援が途絶えた後、長期的なサポートが必要となることが多いです。彼はそのことを理解し、被災地が本当に必要とするタイミングで支援を届けることを選びました。このような長期的視野に立った支援は、被災地の真の復興を目指したものです。 アンチの批判は避けられないものです。特になぜ今すぐ寄付しないのかもっと早く支援を開始すべきだといった声が上がることもあります。しかしタッキーの信念は揺らぎません。彼は自分の行動が一時的な人気取りではなく真の意味での支援であることを知っているからだ。彼のファンたちもその意図を理解し共感しています。あるファンは タッキーは現役の時から本当にボランティア活動にも力を入れていた人。いろいろなことをスピーディーに、そして必要なことは継続的に寄り添ってくれる人と語っています。また、トベの活動は単なるチャリティーにとどまりません。彼らのチャリティーソング、b e o n Your Side は、被災地の人々に寄り添う歌詞とメロディーで、多くの人々の心を癒しています。n o ン l i n e ンアイが作詞したこの曲は、 ダウンロードランキングで2位を獲得し多くのファンに支持されていますランキングのための曲ではなく真の支援のための曲であるという点が多くの人々に感動を与えていますタッキーのリーダーシップは戸ベのスタッフやアーティストたちにも大きな影響を与えています彼はファンに対しても常に感謝の気持ちを忘れず彼らが支援に参加しやすい形を提供しています例えば ライブでの募金活動を行わず、代わりに音楽を通じて支援に参加できる方法を考えました。これにより、ファンは負担を感じることなく、自然に支援の輪に加わることができるのです。また、タッキー自身が被災地を訪れ、直接支援活動に参加する姿も、多くの人々に勇気と希望を与えています。彼の行動は、単なるパフォーマンスではなく、 真心からのものもであることが伝わってきます彼の姿を見たファンたちは、自分たちも何かできることがないかと考え、行動を起こすようになります。これは、彼のリーダーシップがもたらす大きな影響力の一例です。さらに、戸部の活動は国内だけにとどまりません。国際的な支援活動にも積極的に取り組んでおり、その範囲は広がり続けています。タッキーは、 支援は一度きりではなく継続的に行うことが重要と語っておりその言葉通り彼の活動は常に進化し続けていますトベファミリーの一員である北山くんがダンスの練習をしている時にタッキーが訪れボスと呼んでいたエピソードも彼のカリスマ性と親しみやすさを示していますスタッフやアーティストたちは彼のリーダーシップの下で一致団結し共に目標に向かって進んでいます また、ファンの間でも、彼の活動に対する支持と共感が広がっています。あるファンは、戸部の行動力、結束は素晴らしいと語り、彼らの活動に対する期待と信頼を表しています。このような指示があるからこそ、戸部は困難な状況でも前進し続けることができるのです。戸部の活動は、被災地支援だけでなく、様々な社会問題に対しても取り組んでいます。 環境保護や教育支援、医療支援など、多岐にわたる分野での活動が展開されています。これらの活動は、タッキーの強い意志とリーダーシップによって推進されており、多くの人々に感動と希望を与えています。最後に、タッキーの活動に対するアンチの批判についてですが、彼はそれを気にせず、自分の信念に基づいて行動を続けています。彼の姿勢は ファンたちにも大きな影響を与えており、彼らもまた自分たちの信念を持って行動を続けることの重要性を学んでいます。彼のリーダーシップは単なる一時的なものではなく長期的な視点での支援と継続的な活動を実現するためのものです。タッキーの活動は多くの人々にとって希望の光となっています。彼の真心からの支援と継続的なサポートの姿勢は これからも多くの人々に感動を与え続けることでしょう。そして彼の活動に共感し、共に支援の輪を広げていくファンたちの存在もまた彼のリーダーシップの証と言えるでしょう。戸辺の活動はこれからも進化し続け、多くの人々に感動と希望を与え続けることでしょう。タッキーと共に歩む戸辺ファミリーの未来は明るいものであることが約束されています。彼らの活動を通じて、 多くの人々が支援の重要性を再認識し、共に手を取り合って前進していくことを願っています。このように、タッキーの活動は多くの人々に希望を与え続けています。そして、その活動が続く限り、彼の影響力はさらに広がり、多くの人々が彼のビジョンに共感し、共に支援の輪を広げていくことでしょう。タッキーとトベファミリーの未来に期待し、 その活動を応援し続けていきたいと思います。戸部ファミリーの未来に期待し、その活動を応援し続けていくことで、より多くの人々が彼らの活動に関心を持ち、参加していくことを願っています。彼らの真摯な姿勢と長期的な支援の考え方は、社会における新たな指針となるかもしれません。最後に、私たちはみんな、被災地支援や社会貢献活動に対する意識を高め、 自分たちににできることから積極的に行動していく必要がありますタッキーの活動から学ぶことは多くその精神を私たちの日常に取り入れていくことでより良い社会の実現に向けて一歩近づけることができるのです戸ベファミリーの一員である彼らは音楽を通じて人々に希望を届け社会問題に対して真摯に向き合っています彼らの活動がこれからも多くの人々の心に響き続け 社会にポジティブな影響をを与えることを願っています彼らの努力とリーダーシップが今後も多くの人々に希望と勇気を与え続けることを信じています戸ベファミリーの未来にはさらなる成長と活躍が期待されます彼らの活動が世界中で多くの人々の心に響きポジティブな変化をもたらすことを期待しています私たちも彼らの活動を支持し ともに社会の課題に向き合っていくことでより良い未来を築いていけるでしょうタッキーとトベファミリーの活動を通じて私たちは新たな希望と共感を見つけることができます彼らの真摯な姿勢と持続可能な支援の考え方は私たちにとっても学ぶべき大切な教訓ですこれからも彼らの活動を応援し続け社会の一員として貢献していくことが私たちの使命であると信じています タッキーとトベファミリーの活動が、これからも多くの人々の心に響き続け、世界にポジティブな影響を与えることを期待しています。彼らの努力とリーダーシップが、社会の課題に対して真摯に向き合い、解決に向けて前進することを願っています。